そうですか、マツダのロータリーエンジンね、手品から、まあ受信力ですよね。まあ受信力って言えば聞こえがいいんですけども、実はね、なんかこうこじつけっていう言葉にも変えられるんですよ。例えばね、私はもう何年も買ってませんけども、コンビニ弁当ってあるじゃないですか。コンビニ弁当って今だいぶ内容量が減ってるらしいんですよね。で、見た目は豪華なんですよ、結構。でも揚げ底がしちゃったり、実はあんまりおかずが入ってないのに入ってるように見せるような仕掛けがあったり、ドリンクなんてのはこう、なんていうんですかね、このいっぱいに入ってるようにこうカラーリングしてあるんですよ、パッケージが。でも蓋開けてみると半分しか入ってなかったりみたいなね。そんな感じで、なんか内容量が減らしてあるんですよ。で、それについて、なんで値段は値上がりしてるのに内容は逆に減ってるんですかっていう問い合わせが、そのセブンイレブンの方にね、入ったらしいんですよ。それに対する答えが、最近のお客様のダイエット事情にお答えするために、あえてね、内容量を減らしてるんですと。減らすことによるコストアンプで価格は上がってますみたいなね、そんな答えだったらしいんですよ。まあそう言えなくもないかなと思いますけどもすごいですよね、内容を減らしてるのが。例えばあれですよ、お稲荷さんとか3つ入りだったのが2個入りになったらしいんですよ。昨今のダイエット事情のとかね、ニーズにの変化によりだったらしいんですよね。だからたくさん食べる文化からだんだん小食文化に変わってるでしょ。だからわざわざ内容量を減らしたんですと。内容量を減らすためのコストのために値段が上がったんですって考え方ですよね。コンビニの弁当、あなたは食べますか？いってらっしゃい。